Thank uh you. -huh. 皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの長野です。今日は2023年8月18日、金曜日でしたね。<laughs> 皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。腹の金曜日でしたからね。 っかか飲んんでで帰ってきた人多いいじゃないでしょうかね僕なんてサラリーマンの時毎日飲んでましたけどね。うん。金曜日だけじゃなくてね。あの、<laughs> 三菱電源の時は飲んでないですけどね。はい。工場の中に住んでたんでね。工場の中に飲みあ,りあるんですけど、あるんです。たまに行きましたね、そこで、ね。会社のお金でね。 普通にらいかにしてたかな。うん、会社のお金でね。三そ菱うそう商事になってからは、毎日飲んでたから、飲むのが仕事って感じだったからね。嫌なこったですよね。はいところでドル円なんですけど、落っこちきちゃったね。あの、1時間足で、1時間足でね。 75移動平均線に反発してたのが、昨日起こってきちゃったね、こうやってね。で、まあ、ちょっと上行くか下行くかですね。120移動平均線も下抜けてしまって、まあ、最後のとりで、200移動平均線に反,で反発すればいいですけどね。 まあそこまではいかないまでもういく,上行くかもしれないしね。ま,あ、まだまだああのまあ、大丈夫なんじゃないかと思いますが、うん、ちょまあ大丈夫でしょうね。まあ4時間足で75移動平均線で反発してるですからね。まあ、ここだいぶしてきましたけど、反発してるですからね。 だから、ですから、ここまで落ちて、半端に増えると。じゃあ、あとどのぐらい落ち,落ちるのかって言ったら、<coughs> 88ピプスですね。まあ、だから、あと100ピプスで落っこっても、目線は上だってことですね。うん、100ピプスとか150ピプス落ちてもね、目線は上なので、うん。 でこんな、こんな上がってきたからね、うん、そう簡単には、下にはいかないですよ。うん。まあ、3回、行くんだったら、こう、151点ね。ダブルトップつけて、下ですよね。なんだかんだ言いながら、ちょっと崩れてきたけど、上ですよね。で、ちょっと上抜けてから下から、それからどんどん上抜けていったからですよね。 まあ今日ねあの、バイデンさんがねあの、日本の首相と韓国の大統領を呼んでね、キャンプデービッドに呼んで、秘密の会議やりましたけどね。あれなんで、あれなんでやったかっていうとね、戦争ですね、もうね。 中国があるでしょ。中国があって、朝鮮半島があって、日本があるでしょ。台湾があるじゃないですか。まあ台湾は台湾で別に話してるけどさ。ね。 民主国家だからさまあほんでここにアメリカがいるわけでしょ <laughs> これ3つ1個になっちゃえばって話なんだけど <laughs> <laughs> この3つさ、1つになっちゃったら <laughs> <laughs>、まあ。昔1つだったね。昔日本でしたね、全部ね。<laughs> 韓国、あの、北朝鮮も日本でしたね。台湾も日本でしたね。ああ、消しちゃった。でさ。 この3つをさ1つにした方がアメリカとしてはやりやすいんだよね戦争をねでここに中国いるでしょ北朝鮮でしょ韓国いるでしょ日本台湾だからこれ <laughs> <laughs> アメリカからすると、一つ一つの島だよね、これね。うん。で、戦争やるからね、楽しいで、決まったんですよね、うん。で、とりあえず、あの、韓国危ない。韓国って半島だから、逃げられないから、ここからね。らここ、 日本にある程度に,に逃げてたらどうだったのじゃよね。うん。まあ、あの、韓国村みたいなの作ってさ、この辺にね、韓国村とかさ、<laughs> 台湾も島だから、原爆1個とされたら終わりだから、ある程度九州とかね、こういうとこに台湾村っていうの作ってさ、こういう、こういうとこにね、あの、分散しないと、 民族滅亡しちゃうから、ここに原爆一個落とされたらね。で、日本は結構幅広いから、何個か落とさないといけないからね、大丈夫だろうと。うん、だからまあ、あの韓国全員じゃないですよ、半分ぐらいは、日本に逃げといたらいいんじゃないか台湾もね半、半分ぐらいは。で、日本は日本で、 半分ぐらい。半分とは言わないけどさ。アメリカ本土とかね。オーストラリア、ニュージーランド。逃げといた方がいいんじゃないかと。そういう話したんですよね。でもこれ戦争だと。で、なあの負けたら全部取られるよ。 負けたら韓国もね、台湾も日本も全部取られちゃうから。<laughs> 勝てば、まあ、北朝鮮も,もらうし、中国のね、両東半島もらったりね、ここら辺えぐってもらうと。ね、香港とかさ、こういうとこもらうよと。まあ、こういう話だよね。どうするって話でさ。<laughs> 本当怖いよね,本当に怖いよね、まあ。ほんでね、今日ね、わざとね、中国の不動,不動産会社がね,ね、倒産してね、34兆円ぐらいの大規模な倒産劇を出しましてね、朝から世界の株が下がってます。 まあ、でも前から言われてたことだからな、あれはね。あと、イーロン・マスクがね、あのー、300億円分のビットコインを、300億円のねビットコインを売ったから、ビットコイン下がってますけどね。で、また安くなったら買い戻すんだよね、イーロン・マスクってね。まあ、あいつなんとかした方がいいですよ、本当に。犯罪者だから、そんなことしたら。 あいつ犯罪者だから、いつもそれやるから、借りなくなると。うん、悪いやつですからね、イーロン・マスクは。これですからね、1日でね。うん、383万ですからね。ちょっと前はね、ここですよ。だから、 1> 1 2日前までここですよね。426万。下げすぎですよ。下げすぎ。<laughs> 下げすぎだよなイーロン・マスクのせいだからね、これね。まあ、下げすぎしたってまあ大したことないなここが、<laughs> こっちの上げに対して、その半半分ぐらいだもんね。 まあ大したことありません、ね。イーロン・マスクが悪いからね。うん、あいつなんとかあの、金がなくなるといつもそれやるから。うんで、今買ってんだよね、またね。今、今買い出してるか、ね、ら <laughs>。これ売ったでしょう。で、これ買い,買い戻してるから。 で、高くなったら、こう、また高くなったら売るからね。本当にどうしようもないやつですよね。俺はそういうことはやらないなぁ <laughs> <laughs>。イーサリアム強いね。全然怒ってないね。24万3 0 0ね。リップル73、強いね、これもね。ま、あ、90円ありましたけどね。 体も物も強いね、三八円。同時期は、まあそんな落ちてないんだよね、やっぱね。<laughs> うん、ビットコインがちょっと落ちてる感じですよね。今買い時ですね。これすぐ戻すよね。うん、明日あたりバーッと戻してくるよね。またイーロンマスクのせていくかっつってね。うん、ビットコインも急速に今買い戻されてるから、 うん、この1時間で、ね、もう、<laughs> 下落率止まったもんね。うん。だから、これから <laughs> 下落率がプラスに変, <laughs> 変わるからね。<laughs> 体の枝はもうプラスに変わってるね。この1時間で。うん まあもう、もう買い始めた方がいいですね。ビットコインはね。うん。どの辺も相変わり阻止してますけど。うん。まあ、上行くかなって感じですね。上だね。ドル円も上ですね。 まあ、あと100ピプスぐらい下がっても上ですから。下がったらロング、下がったらロングでいいですよ。ショート入れちゃダメですよ、これ。うん。ショートを入れると、ある日突然バイーンってやられちゃうから。バイーンって全部持って帰っちゃうから。うん、何もしないのが一番ですね、今はね。 ここんなとでしょうかね今日も暑かったですね。本当にもう身動き取れないですよ、暑くてね。うーん。皆さんはどんなお仕事をされてるんですか介護の仕事とか、中華料理で働いてたりするんですかちょっと分からないですけどね。<laughs> <laughs> まあ定年退職してね、家でゴロゴロしてる人も多いと思いますけどね。<laughs> ネットリックス見たりね。昔の映画見てね。まあネットリックスも無限にあるからね。映画ね、無限にあるから。毎日見たって足んないですもんね。死ぬまで見たって足んないですもんね。楽しいよね。 まあ、あとは軽自動車買ってね、日本一周したり、奥さんとね、まあ、キャンピングカーは買う必要はないと思いますけどね。はい、あの、軽自動車、まあ、ちょっと、ノアとかね、ワンボックスかー買って、2台、2台で寝ればいいですからね。あの、まさかね、車の中でなんか、調理したりして、電子レンジでジンして食べるなんて寂しいからね。 あまあ朝はね、おにぎりとかでいいと思うし。まあ朝は、朝も昼も夜もさ、外食すりゃいいんだぜ、そんなの。豚汁食べたり、豚汁定食食べたりね、焼き魚とかモーニング食べたりさ、せっかくね、日本一周してるんだからね。うん、ケチケチしないでさ、どうせ安いんだから。道の駅とかね、高速道路のあの休憩所とかでね、 ご飯食べればいいいんですよ安いからねおそば食べたりね、豚汁定食食べたり、美味しいですよ。うんあ,のあとは、ゴーヤ餅食べたりね、最高に美味しいですよ、ソフトクリーム食べたりさ。ああ、昔ここ来たな、とかね。ああ、九州の温泉行きたいな、とか。じゃあ、このまま行っちゃうか、っ,ってさ。どうせ日本一周してんだから、いつからつくだろう、とかね。そんな話しながらね。 まあでもね、もう、30年も連れ添ったから、定年の後は別れたいわって人もいるからね、奥さんもね。それもありと。自由にさせてくれと。まあそういう時はね、そういう時でね、あの、わかった、俺が悪かったと。仕事ばっかりやっててね、家を帰り見なかった、俺,俺を許してくれと。退職金は全部差し上げるから、これでね、老後を楽しんでくれと。 対象金と家は全部はやるから持っていけたらうと。俺は体一貫あるから、仕事できるしね、大丈夫だと。そしたら、ちょっと見直してくれるかもしれないよ。わかんないけどね、男は金だから。男は会社だからねやっぱり、お金持ってないとダメですよ。お金持ってない男がいてね、貧乏。 貧乏じ見ててね、わあわ作業騒いだってダメですよ、捨てられちゃいますから。や,やっぱりなんだかん,んだ言いながらさ、ご飯どうするの寝るとこないよ、お布団どうするのってなっちゃうから。だから、やっぱり、まあ、でね、してからでもいいからね、何か始めないといけないね、うどん屋でもそば屋でもね。 サンドイッチ屋でもいいしさあの、手に食のない仕事してきたならば、おにぎり屋でもできるでしょう、だって。おにぎり娘でさ、1個80円ですって言いいんだからさ、サンドイッチ屋でもいいし。こんなね、1個1個利益取ろうなんて思わないでさ、1個50円だったら買ってくれる人いるって。サーンラップに巻いてね、乗り付けてさ。 あの、中にシーチキンとかさ、梅干し入れてね、1個50円ですと、原価ギリギリだけどさ、なんとか利益です。1個10円ぐらい利益出そうだと、50円、60円といえばさあ、安いよねって、家族の分買っていこうかしらってなるわけだから、なんとか頼みますよ、ステサンドイッチイさ、50個売ってさ、利益500円と、ね。 で、20日やってさ、えー、っと、1万円と、利益ね。で、この1万円で、まあ、なんとか生活できそうだと。まあ、課題はおにぎり、余ったおにぎり食えばいいんだからね。まあ、そういう発想中だよね、やっぱね。で、そっからさ、まあ、おにぎりだけじゃなくてお金ないのって言われて、じゃあ、サンドイッチありますよってサンドイッチ作ったりさ、食パン切ってさ、グー挟めばいいだけなんだから。 まああの、最初は卵サンドしかありませんよと。でさ、卵サンドも卵いっぱいね。いっぱい、もう口に入らないくらいに卵い入れてさ。そしたら、あの、見栄えがするからで、ね、あの、インスタグラムですぐ有名になってさ。ね、どこなのどこなのってその、卵サンド。巨大な卵サンド、どこなのってそのうちね、おにぎりも巨大になってきちゃってさ。巨大おにぎり。 150円とかね、まあちょっと大きい値段も高くしてさ、で、グーなんかもいっぱい入れてね、どうだこの野郎ってね、どうだこの野郎、食ってみなこの野郎みたいなね、あの美味しいおにぎりにしてさ、そしたらいいじゃないですか、それはそれが。まあだから、他人と違うことやねへんだよみたいなね、他と同じことやったらそんな負けちゃうからさ、 あ,のあっち行こう、あの、ね、死にせ方行こうってなるから、誰もやってないことを考えないといけないよね。うん、誰も思いつかないことですよね。思いつかないこと。ほんで、手に届く金額でね。これが重要でございましてね。うん、俺はそう思うけどな。うん。そして何も考えないことですよ。 何か焦って考えてると、逆に逆に行ってね、どん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 お金出すから、これ FX と一緒でさ、<laughs> FX 一緒でスケベ根性出してね、スケベ、スケベポジション取るとさ、全部逆行くでしょ、これ。それはもう、あなたがスケベだからですよ。ずる賢いからなんですよ。ずる賢いからなんですよ。そうじゃなくてね。 私はいつもどうなってもいいです。ね、パトラッシュ、もう少し寝かしてくれよ。今日はもう疲れちゃったんだよ。パトラッシュ、つっ,ってね。最後の最後までさ、純粋無垢でさ、ちゃんとお金、ね、お金が入ったカバン拾った拾ってね。ちゃんとそれを届けたのにさ、お前が盗んだのか。 どうして今ま会返しに来たんだお前が悪いのかそうじゃありません。一生懸命逃げてさ、教会に逃げてね。一生懸命さ、お金返しに行ったのにさ、信じてもらえなくてさ、教会の中へ行ってパトラッシュと一緒にさ、パトラッシュを少し疲れたから寝かしてくれよって。どうして寝ることもできなくてさ、 かわいそうにしちゃってさ。そんな頑固おやじ、俺なら殺すけどな。生きるし、生きる価値がないだろう。だからね、僕たちなんかも生きる必要ないわけ。人間一人生きるだけで、温室効果ガスどれだけ必要なかですよ。 人間一人一人死ねばさ、この地球は助かるんだから。でも地球様はさ、自分の命と引き換えにね、人間を生かしてくれるわけでしょ、この地球上で。そしてさ、<laughs> <laughs> <laughs> 輪廻転生プログラムって言ってね、それぞれの,それぞれの魂は、 前世までにたくさんの罪を犯してきたわけですよ。で、その罪をさ、一つ一つ全部、大きいことから小さいことまで、全て解消しなければ、この地球上から去ることはできないわけでしょ、魂が。そういう足かせをはめられてるわけでしょ。<laughs> 地球にはそういう、 輪廻転生プログラムっていうのがあってねあ綺麗だなここの星綺麗だな大自然があって水が綺麗だな海が綺麗だなぜひこの星に生まれてみたいってみんなが思ったわけですよね <laughs> <laughs> そして待って待って何百年何千年って待ってねようやく 順番が回ってきて、次はあなたの番ですよ。どうぞこの地球上で楽しんで、徳を積んで帰ってきてくださいねと。ね、自分のことは顧みず、他人のために生きて、徳を積んで帰ってきてくださいねと。そう天使に言われて生まれてきたのに、あなたは、 目に見えるもの、そして手に見える、手に触れるもの、それだけに目を奪われて、物質的なものだけに目を奪われて、本当に大切なもの、目に見えないもの、手で触れないものの大切なものをないがしろにしましたね。嘘をつきましたね。 そして他人を蹴落として自分の地位を守りましたね。お金を守りましたね。お金を得ましたね。あなたはその最初の1回目からこの呪縛から逃れなく逃れられなくなりました。地球上によ輪廻転生プログラムという 厳格な厳格な掟があります。それは飲み会に行く,行くって約束したのに、すっぽかして行かなかったという軽い軽い懺悔から他人を蹴落として自分だけがいいと思ってばっかりに、それを信じた人に、信じた 人間が自殺して死んでしまったと。それを顧みずね、あいつは弱い人間なんだと。自分が悪かったとも思わな,かった思わない。そういうとんでもない悪人にも、その罪も解消しなければなりません。次は自分がね、騙されて。<laughs> お金がなくなって、家族が路頭に、まま、迷って、四面損化になってですね、寒い寒い冬の夜、どこも行くとこなくなって、家族、もろとも雪の中で死んでいくと、そういう思いを味わわなければなりません。惨めなね、思い。そういう思いをね、 して初めて人間はあ悪かっただと。他人、もしね、こういう寒い日にね、宿がない人がもしいたならば、言ってくださいと。正解のどこからでも電話してくださいと。私が今すぐね、お金を送りますからと。近くのホテルに泊まってください。どうしてそういう一言を言うこともできないんですけど。 ね。そんなことしたらたくさん電話来ちゃうよ。いいじゃないか。最初に一人だけ、一人だけでも助けられれば。あとは、ああ、もうお金がなくなっちゃったんで、どっか公的機関に電話してくださいと、ここに電話してくださいと。いいじゃないですか。先のことを考えないで。僕はそのためにね、FX やってるんです。 そしてこれからもね、FX を続けるんです。だから皆様もね、決して自分の損得を考えずに、得を積んでね、そして地球を卒業するためにですね、FX を続け,続けていっていただきたいなと、そういうふうに思うわけですよ。 まあこういうことをね、中の研究会では言ってるわけですけども、なかなかね、理解していただける人は少ないですけれどもね、簡単な話ではありません。みんなね、目の前にお金が転がってたら、欲しくて仕方ありませんでしょ僕も、僕は今ないですけど、昔はそうでした。そして、 僕がね、三菱商事辞めてただのおじさんになったとき、周りの人は手のひらを返して、あの、違う方に向いてしまいました。中で、ね、友人だから付き合ってたんじゃなくて、三菱商事と付き合ってたんですね。で、いろんな人いました。辛かったです。泣きたかったです。 実際に泣きましたね、一年二年はね、最初。何やってもダメでしたね。それでは今日はね、この辺で失礼いたしますが、僕は辛くも悲しくもありません。なぜならば、目の前に FX の神様がいるからです。それが分かったのはね、つい最近ですよ。 昔からいたんですね。気づきませんでした。私は今、充実した気持ちでいっぱいです。それではまた明日会いましょう。さようなら。さようなら。さようなら。